どうもレイマルです。チキンタツタというわけで4月20日からですねマクドナルドで期間限定でチキンタツタが復活しております。レイマルの大好きなハンバーガーですね、マクド好きのレイマルにとってはたまらない期間がまた始まってしまいました。というわけで、今回はですねマクドナルドを食べる動画というわけにはいかないんですけども、まあタイトルにもあると思うんですけど、まあ、最近のね、レイマル、桜日向、オタのレイマルのね、近況報告みたいなのをね、ちょっと喋りながら、マクドナルド食べてるレイマルを背景に、ちょっと喋りたいなと思います。でね、レイマル、まあ、4月のエイリーイベント、ユニゾン屋のエイリーイベントだったり、日向祭の Vlog であったりだとか、レイマルの動画見てくれてるよっていう人はね、知ってる方も多いと思うんですけども、4月1日付でですね、レイマル、今ね、レイマルは飲食店で勤めてるんですけども、社会人飲食店店員なんですけども、4月1日から、店長を、務めております。店長に就任させていただきました。それに伴ってねちょっと4月はまだ店長の業務新しいことをたくさん覚えたりとかしないといけない中、あんまり動画はね出せてなかったりとかしてるんで、本当にそれは申し訳ないなって思うんですけども、店長になりました。で今までのアシスタントと店長何が違うかって言われたら、まあそんなにね接客面とかは特に何も変わんないんですけども、まあ業務面で、シュートを作ったりだとか、日々のねお店のねまあ発注もそうだし、あとお店の経営もそうですし、まあそういうのにもしっかりと携わっていくっていう形で、ちょっとね毎日お店のことを考える時間が増えたりだとか、まあもちろん店長になったのでその上のね上長とも喋ったりとか、あのミーティングとかしたりとかして、結構ねあのレイマルが今までゲームしてた時間、夜ゲームしてた時間、朝ゲームしてた時間とか動画編集に当ててた時間が結構ねまだ初めて店長になって1ヶ月目なので、結構そこがねゲームする時間がなくなってお仕事してたりだとか、その分仕事時間はちょっと増えちゃってて、自分のやりたいようにねこっちの活動多活動ができてないのがちょっと事実なんですけど、いやちょっとね寝る時間減らしてとかやって、おたかつの時間増やしたいなと思うし、ちょっと部屋のね片付けとかも全然できてなくて、本当にねルームツアーとかもしたいんですけども、なかなかできてなくてちょっとごめんなさいって感じなんですけども、けどねまあその忙しさを言い訳にしておたかつがねだんだん減るのも嫌ですし、あの YouTube での活動も減るのも嫌なので、そこはね早くお仕事になれてやっていけたらなと思うし、まあゴールデンウィークレイマルは今のところ何日間あるんかな、まあ4月の29から一応5月8日までゴールデンウィークじゃないですか。でもその間は僕2日ぐらいしか休みないのかなっていうぐらいね、まあ忙しいっちゃ忙しいんですけど、まあゴールデンウィークに向けて動画撮りだめしたりだとか、したいなって思いながらも、まあ忙しい中できるオタ活をね探しながら、動画にできるオタ活を探しながらとかね、今回4月から社会人になったよっていう方とか、今就活してるよっていうあの大学生の方とか、まあこれから大学生になりましたっていう方とかもね、いろんなオタ活の仕方もあると思うんですけど、なんか参考になればいいなって思う動画ね、出していけたらなと思うし、もちろんユニゾンヤもやっていけたらなと思うし、まあこのチャンネルって一体何なのっていう感じだと思うんですよね。ずっとねチャンネル登録してる人もうすぐね5000人行きそうなので、早めにちょっと早く5000人共感者集めれたらなって思ってるんですけども、レイマルこのチャンネルをどうしたいかっていうのはちょっとずつ見えてきて、本当にね Vlog チャンネルと言いますか、本当に日々のおたかつを皆さんに共有したりだとか、こういうおたかつの仕方もあるよっていう、なんだろうね、もちろんユニゾンエアでエールイベントたくさん走ってるんですけど、まあ根はねユニやってる理由も桜坂日向坂が大好きだからユニやってるし、なのでなんだろうね、このレイマルチャンネルは日々のね桜日向オタのオタ活チャンネル、 Vlog チャンネルとしてもっともっと確立していけたらなと思うし、もうその中にライブ行くし、その中にユニゾンエアがあるし、その中にこうグッズ買ったりとかもあるしみたいな感じで、ちょっとねチャンネルの方向性を統一、まあもう統一されてるけど、まあ皆さんもね分かってくれてると思うんですけども、もっとねこう詰めていけたらなって思ってる次第でございますって感じで、ちょっとマクドをねもうポテトをね最後の方こんな感じでむさぶり散らかしますよねまあ皆さんもね日々忙しいとは思うんですけども、なんかねこう息抜きに動画見てくれたりだとか、なんだろうな、一緒にオタ活してる気分をね味わって、もらえたらなって思います。まあこんな感じの動画どうですかね。まあ需要あるかどうかわかんないですけど、なんかこういうラジオ感覚でおしゃべりできるのもいいなと思いながらも、ちょっとマクド食べ終わったんで、明日も朝早いんでね、ちょっと早めに帰って寝たいなと思ってるレイマルでございます。ごちそうさまで。
でございました。このチャンネルがね、いいなと思った方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。